シェイクンベビーについてです。こちらのモデルは揺さぶられっ子症候群説明用のデモンストレーションモデルで、頭部、内部にある脳、こちらは動くようにできていますので、強く揺さぶられた場合、脳がダメージを受ける危険性があることが分かります。また首、こちらは固定されておらず非常に揺れやすくなっていますので、首を固定してあげることの大切さを印象付けることができます。それ以外の関節ですが、肩関節、股関節を動かすことができます。素材ですが、頭部、こちらは硬い素材でできています。それ以外の部分は全て柔らかい素材で作られています。